今年で46年、長い月日が経ちました。私も年を取ってきました。あと何年、この運動ができるのか。工藤彰三内閣府副大臣が出席して開かれた国民の集いでは、米子市の拉致被害者松本京子さんの兄松本はじめさんや拉致被害者の蓮池薫さんらが拉致問題の早期解決を訴えました。また国民の集いを前に工藤副大臣ははじめさんらと松本京子さんが46年前に拉致された現場を視察しました。ご自宅近くでこのような蛮行が行われた、許しがたいことでありますけれども、政府のこれ最重点課題ですから、しっかり総理はじめ取り組んでいきたい、そんな思いを感じました。視察の後、鳥取県と米子市からは国へ拉致問題早期解決に向けた要望書が手渡されました。